カナンスセリューモン族級クラブは、中華人民共和国の内陸東部、カナン省定州市をホームタウンとする、中国プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。通称、カナンスセリューモン。カナン省は下の隊として1959年に創立した。ホームタウンは、カナン省定州市である。クラブの前身は1959年に創設された。 カナンショーアシタマ隊。カナンダテ業の出資を受けて1994年8月27日に、カナンダテ業アシダマクラブに改名、プロ化した。プロ化初年度の1994年は、コー・ B リーグ10位に終わり、オツリーグに降格した。オツリーグ2位となり、翌年のコー・ B リーグ昇格を決める。成績不振のため再びオツリーグに降格した。 オつリーグに優勝して、再びコービーリーグに昇格。2004年にコービーリーグは、高級リーグとして改名され、その早急時のチームとなる。2006年の高級リーグを優勝した。2006年は、昇竜45修行が200万元で副官が無理名を獲得して、チーム名をカナンダテ業45体。2007年から国内トップディビジョンである、 中国スーパーリーグに昇格。2007年と2008年は、各年1500万元で冠名を獲得して、チーム名を、カナン45ローアナグラ隊としていた。2009年シーズンは4月18日に初めて、中国スーパーリーグの首位に立った。最終順位は3位となり、AFC チャンピオンズリーグ2010の出場資格を、初めて獲得した。 12月29日に、ホームの公開体育場を1.18億元で、買い取り、スタジアムを所有する中国で、最初のサッカークラブになった。AFC チャンピオンズリーグ2010で ACL 初出場すると予選で、スイバラ、g 大阪、シンガポールアームドフォーシズのグループ G を3分3敗で一勝も、できず、グループリーグ再開の4位に追い敗退した。 こう望み上げが、甲州緑城、長路が、上海進化、イジュナムが、ぜ南ドラゴンズ、ライアンジョンソンが、ソウルイーランド、リライが、北京国安へ移籍した。ラファエルが SE、パルメーラスへきげ付き移籍、き、なラファエルは退団した。武かんたから、くれ、しんよから、雷、みなり、えいはから、りょ軍、グールぐうるにからざちゃら、ぶりラ,ラムから、 パティーニョ、エスビアウ FB からゴメスを獲得。現在の経営者のヤンナンは中国サッカースーパーリーグ初の女性経営者として広く知られている。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。星印は外国人選手を示す。ありがとうございます。